じゃん、生クリーム。これが好きで、結構買ってきてるんですけど、こういうやつ、スジアータ、スジアータってとこのやつ。安いやつらしいです。さあ、今日は生クリームを作って食べるそれだけの動画です。なぜか撮ってみたくなったんで撮っちゃいます。これっすね。おぉ、なにこれ？シフォンケーキです。これにつけるために今日作ります。さあ、このミキサー動画で紹介して結構伸びて、結構使いやすくて今も使ってます。なんか毎朝、なんつうか、スムージーみたいなの作るのに使ってます。で、スムージーと、なんていうんだろう、こういう、なんだ、野菜とか砕くときは、この、ここに書いてあるように、する引く泡立てるっていうのをするときは、この、なんていうんだ、このまっすぐっていうか、こう一本の刃を使って、こっちがなんかスムージーとか、まあ、液体にするようなやつはこっちなんですかね。そんな感じで使い分けるみたいですね。はい。で、これもなんか2つついてて、この、なんていうの？ミキサーのボトルみたいなのも2種類ついてて、今ちょっとどうあるかわかんないけど、透明でちょっと大きいやつなんですけど、これはちょっと、こっちが電子レンジできるやつなんですよね。あっちは作るだけってやつなんですけど、こっちだとこのまま電子レンジにかけられるみたいです。さあ、ここで泡立てるわけなんですけど、やってると音が、変わるので、もう急になんか変わるんで、その時ができたタイミングですね。本当にいきなり変わるんですよね。まだ液体の状態なんですが。あれ？まだ全然、何？砂糖入れてないけどいい？砂糖？入れるんだったら今入れなきゃ。砂糖じゃちょっと入れる？ちょっとだけ。びっくりした、そんな声出すから。ごめん。何本ぐらい入れるのこれって。いや、うちは砂糖あんまり置いてないから、うん、マックドナルドの食べなかった砂糖、使わなかった砂糖4ぐらい、うん、これ1本多分3グラムぐらいな。てかマックでのコーヒーとかで使わないしね、うち。そう、ブラックで飲むから。でもくれちゃうから。そう、ミルクは本当使い道ないけどね。ミルクは私使うので料理にも使えるし。あ、そうなんだ、うん、さあこれで今全然結構混ぜましたけど全然液体なんですよね。これがいきなりクリーム状になるんですよ。まだ液体なんですよね。これがいきなり変わるんです。そろそろ来ますね。そろそろ音聞いててもらうと分かると思います。はい。もう、本当になんか、負荷がなくなったような音になるんで、こうしたらもう、すぐ完成です。振ってもうちょっとやってみて、この間緩すぎたから、振って。らしいです。もう、いきなりこう、負荷がなくなったような軽い音になるんで、そしたらもうクリーム状になってるんですよね。もうちょっとだけ、何秒ぐらいこれ。回んなかったらもういいって感じかな。ちょっとずつ混ぜすぎてもよくない。混ぜすぎても分離しちゃうから。一回開けてみる。うんうん。お、いい感じにクリーム状になりました。めっちゃうまそう。おお、すごこれ。あ、袋切ったやつ普通に、うん、これにはついてきたので。うん、あ、ついてくるんだ。どうやって作るかって、これもついてきたので、ここに入ってたの、ここにね。うん、これを、ポンって入れて、うん。で、ここに入れるって感じですね。いい感じじゃん。押さないよ。押さない。蓋ついてないからね。ずっと見てないといけない。おー、うまそう。めっちゃ柔らかいじゃん。どっかの、どこだっけな、ナス？うん、ナスかな、違うな、どこだろう、福島か。へえ。だから買ってきたんだけど。おー、うまそう。福島市かな。めっちゃ弱い。ほら、ほら、指やっているなよ。あ、めっちゃいい匂い。おー、めっちゃ柔らかいね。うん、
めっちゃ綺麗に6等分できた。ちょもらいます。じゃあどうぞ。卵になるぞ。卵入ってるから。コーヒーと一緒にいただきます。めっちゃ俺の得意なめっちゃ細かびきコーヒー、もう小麦粉ぐらいになるまで引いてやるのが好きです。めっちゃ濃いんですけど、なんか甘いものと食べるとめっちゃうまいですよ。さあいただきます。早速生クリームかけてみますよ。どんな感じで、センスがほんとないんだけど、どんな感じでやろう。おお、センスがなさすぎる。横にしてもいいかな全然映えない。なんかもうセンスがないし全然うまくできないけど、こんな感じ。うまそうです。